2期生の小松崎聡さんは2期生の中でも強い存在で、プロテストに一発で合格しています。番組内ではあまり発言数や反抗する言動はなかったものの、何よりも実力と結果でファイトクラブを支えたのが小松崎さんでした。プロとしての戦績は4戦2勝2分けでした。4戦して無敗とは新人としては間違いなく好成績と言えるでしょう。しかし、なぜ一度も負けたことのない好調の新人が4戦にて現役を引退したのでしょうか。その答えは網膜剥離です。怪我で引退だったのですね。非常に残念です。プロボクサーを引退したその後は中古車転売業者として働き、結婚してお子さんもいらっしゃいます。